思うんですけど、うん、日本文化として、うん、なんだろう、今世界中に日本食って広がってってるんですけど、うん、と同時に、もっと他の日本食広がった方がいいなと思ってて、で、海外いる時に食べたいなと思うのがやっぱ焼肉なんですよ、日本式の。で、海外で、そうです。ただ海外で、日本式の、日式の焼肉が受けない理由っていうのはボリュームなんです、うん、肉の、大きさとか。うん、で少ないの？そうなんです、少ないです、少ないです。やっぱ薄く、うん、して、いろいろ味付けを味わったりするじゃないですか。うん、それがやっぱ海外だと、もっともう肉って感じででっかくないとダメなんです。うん、ぜひ親方の味付けで、ブラジルとかで勝負したら面白いんじゃないかなって思ってるんですよ。日本、日系の方たちが、日本の味付けに対してのこう、なんですか、親和性っていうのはね。でも外国行くのって、すっごい恐ろしいんだよね。何が恐ろしいかっていうと、やっぱりこう、やっぱ育ってきた環境とかさ、全部が違うじゃない。そうですね。だから、自分の思い描いたイメージと、外国のイメージは全く違うから。実際、ブラジル。俺3店舗ぐらいやったんだよ。あ、そうなんですか？お店。全部潰したけど。ええー。その当時ね、上海でやったんですよ。うん、家賃300万だよ。その代わり、その中で人件費が、やっぱだから、日本人みたいに一人働かしたら20万とかそういうのはいらないから、うん、やっぱ安い人は3万円で済んだの、その当時ね、うん。その当時3万円とかで済んでたから、だいたい人件費で言ったら 10% で済んだの。家賃が非常に高い。だから、1ヶ月家賃いくらじゃなくて、1日、だから何元とかね。だから 1日1平米で何元とか。そういう計算でするから。だからそれで、お前儲かってんなとか言ったら、来月から家賃もう50万上げるぞとか言って、そういうこと言われるわけよ。で、もっといっぱい儲かったら、まあ来月から家賃倍なとか言われて、いや、普通日本じゃありえないじゃん。そういうことは、そういうことがあり得る。やっぱりちょっと商売しづらいですよね、そう言われて。しづらい。それにやっぱり向こうの人間と、だから向こうの人間がやる分にはいいけど、こっち側の人間がやったら税金も高くなるし。だからもうちょっとやっぱりこう、中国で俺が行ったらもうやっぱり儲かんないなと思って。相撲部屋の運営と焼肉屋の運営ってどっちが難しいとかあります？それはね、こう相撲部屋の運営は頭数さえいればいい。頭数さえいればいいのと、あと、金持ちのおっさんをたぶらかす、この力があればいい。また金持ちのおっさんたぶらかす。あ、ちょうどか。身も蓋もないこと。だってそうだもん、だって。俺は時も、だって、若い時は、だって、いかにして、いい谷町をつけて、金をしっかり、こう、恵んでもらうかと。だと、いかに、その中でいい弟子を捕まえて、強くするかっていう。で、弱っちいやついっぱい集めて、それで、その中で、こう、今日のお金は、本当は夜飯5万円ぐらいやらなきゃいけないところを、3000円とかで飯食えとか言わして、うん、で、ろくでもないもん食わして、で、そういう親方が多いから。ああ、親方が多いから、うん、言い切っちゃっていいんですか、うん、すごい。でも今、谷町って言いましたけど、谷町ってやっぱりこの、どういう人がなるってくれるの？やっぱ金持ってる人がね。どの業界が多かったとかしますか？だから昔はだからその中で景気がいい人とかね、うん、やっぱいるじゃないですか。そうですね。だからでもそれじゃダメだろって今俺がその YouTube で出してるのはそれはもう今はもう、うん、昔はそれでよかったかもしれないけど、うん、今はそういう風なお金の稼ぎ方するのはダメだろっていう話なわけ、うん、今俺が言ってる話は、うん、そうですね。そう思わない、まあ、今の時代ではな、金を持ってるやつがうわーどんどん出してさ、いや社長とか言ってごますって、いや社長お願いしますとか言ってっていう世界がいいのか、うん、それは相撲ファンなんてだってやっぱ実際にだってねサラリーマンでね月だってカツカツの生活してても相撲好きな人はいっぱいいるわけだから、うん、それにこうその人らにもう期待に応えられるような相撲を持っていかないとダメになるでしょ。だって景気が悪くなってそういう社長らがいなくなったら相撲終わってしまうんだよ、うん、そういうことですよね。支援者がいなくなって続かないプロスポーツだったらちょっとできないですもんね、うん、そうそう。だからそれができるようなシステムを作ってこれからやるっていうのが、うん、もう俺の思いとかいう教えとかそういうことだよね、うん、やり方いっぱいあると思う、うん、だからまあそういうふうな
だからヤクザと同じような、うん、こう相撲部屋の流れが来てると、うん、その来てる中でやっぱこのもうね防体表もできてこれこういう風な形でもう全部もうバッサバッサ切られてる時代に相撲界だけがもう一緒だっていうのはおかしいだろって、うん、それのもう中身も一新してやっていこうよって、うん、もう絶対良くなるからっていう話をやっぱこれからしていくべきだな、ね、まあ、根底にあの日本国民の相撲好きっていうのも本当ありますからね、やっぱみんなさ、うん、みんなやっぱもう江戸時代みんなちょんまげしてたんだから男は。そうでしょ。そうですね、全部ちょんまげ文化があったんだよ。